2020年全米オープンの4回戦、ノバク・ジョコビッチとカレニョブスタの対決。この試合は当時シーズン無敗を継続していたジョコビッチのある機構によりまして、全てが台無しになってしまいます。フラストレーションが溜まっていた状況でラインジャッジの喉へボールをぶつけてしまったジョコビッチ。彼はテニス史上稀に見るデフォルト、つまり失格処分を受けて自身のキャリアに泥を塗ってしまったわけなのですが、一体なぜアンパイアたちは退場処分をジョコビッチに言い渡したのか。今回はテニスの歴史上最も物議を醸したジャッジ、怒りのボール当て事件のストーリーについて迫っていこうと思っています。はい、こんにちは、モリスです。自分はこの他にもプレイ解説や掲示板で話題になっているニュースなど、皆さんが喜んでくれる動画は何なのか一生懸命考えながら作ってますので、ぜひチャンネル登録やいいねボタンで応援してくださるととてもありがたいです。はい、では早速やっていきましょう。この事件が起きるまでの経緯っていうのをおさらいしていこうと思うんですが、このショッキングなシーンが起きた2020年シーズンというものは、ジョコビッチにとってはファンたちからの、海外の大勢のファンたちからの信用を失ってしまった年だと言えるかもしれません。戦績としては ATP カップで優勝、全豪オープンで8度目のタイトル、あとはサンプラスに並ぶ最多タイ6回目の年末1位と、戦績面では多方面でジョコビッチマルチな活躍っていうのを見せていたとは思うんですが、3月にコロナでシーズンが中断されましたよね、2020年は。そこでウィンブルトンは中止、フレンチオープンも延期という決定が下された中、一体ジョコビッチは、彼は何をしていたのか。この時もしかしたら皆さんも、テニスどころじゃなかったかもしれません。コロナやべえよ、思ったより怖えウイルスだみたいな、外出れねえし、飲み行けねえし、リモートワーク怖えし、ついてけねえしって感じだったと思います。自分もこの時はまだサラリーマンやってまして、会社からマスク手渡されたりとかしてたんですけど、日本だけでなく世界的に自粛ムードが漂っていたと思います。ですけど、そんな暗い雰囲気が漂う中、ジョコビッチ、彼はナイトクラブでマスクつけずにパーティーをしちゃいました。自分はジョコビッチのことを全然嫌いとかじゃなくてですね、というかテニスに関するこういう動画とか作る立場とかも別にしても、全然嫌いな選手とか自分いないんですけど、なんならジョコビッチっていうのはセルビアに保育園建てたりですとか、ポジティブなこともたくさんしてるんですけど、ですけどこのマスクなしパーティー、これはさすがに誰も擁護できないくらい頭の悪い行動だったと思います。このパーティーはアドリアツアーと呼ばれたジョコビッチの企画したチャリティーマッチの最中に起きたことでして、エキシビションに参加していた他の選手っていうのもコロナ陽性になったりですとか、あとはパーティーしちゃうぐらい、コロナのことを舐め散らかしていたジョコビッチ本人も陽性になったことで、そんなアホなことする、お前バカすぎるんじゃねっていう感じでめちゃめちゃ炎上したことが記憶に新しい方もいると思います。そしてこれが6月のことなんですけど、この炎上の熱も冷めない、2ヶ月後の開催された US オープンでジョコビッチはラインジャッジに、ボールをぶつけてしまうことになります。彼は前代未聞な一発退場っていうのをこの時宣告されることになるんですけど、やっぱりね、何度見ても過呼吸になっちゃったね、ラインジャッジの、彼女の姿が痛々しいシーンだと思うんですが、そもそもテニスっていうフィジカルコンタクトのないスポーツで、退場ん?このめったにないジャッジっていうのは、どういう時に宣告されるの?なんか見ててもそんなシーン俺見たことないんだけどっていう思う方もいると思うんですが、ルールブックによりますと、もともとコード違反を3回違反したら自動的に退場扱いっていうルールがあるらしいです。つまり実はテニスにも、サッカーのイエローカード、レッドカード、退場みたいな、そういう概念が裏には実は存在していまして、ジョコビッチのこの行動があまりにひどかったっていう風にアンパイアたちが判断したことによって、あ、もうジョコビッチさん今回はこれ一発レッドカードですっていう評価を受けたから退場になったっていうのが、あのことのいきさつらしいです。ちなみにこのジャッジっていうのは主審一人だけで決めたものではなくてですね、トーナメントレフェリーとグランドスラムのチームアドバイザーも含めた3人で協議した上で下されたものとなっています。でここで気になるのは、ジョコビッチ以外にも、過去には、こういう風に一発退場させられた選手っていうのは存在するの?っていうことなんですけど、実は何人かいます。個人的に一番印象に残っているのはナルバンディアンがラインジャッジに襲いかかったやつっていうのがね、これ衝撃的すぎて忘れられないですね。あの流血してるおじちゃん見てね、ナルバンディアンも悪い悪いみたいな感じで謝ってましたけど、このシーン蹴られたおじちゃんが理不尽すぎて見るために失笑しちゃいますよね。決して笑い事じゃないんですけど、マジで痛そう。
多分ナルバンディアンはね、冷蔵庫に大切に取っておいたプリンをこのおじちゃんに食べられちゃって恨んでたんでしょうね。あとは現在ジョコビッチのコーチを務めているイワニセビッチも実は現役時代に退場処分を受けたことのある選手です。その理由が面白くてですね、持っていたラケットを全部壊しちゃって試合を続けることができずに退場という、サンダーサーブ、彼現役時代恐れられていた名選手だと思うんですけど、やっぱりラケットがなきゃね、彼もテニスできないわけですから、これはテニス史上最大の珍場面だと思います。もし次にやるならね、ありったけのラケットを持ち込むべきだと思います。ちょっと話題が脱線してしまいましたが、話をジョコビッチに戻させていただきますと、この事件っていうのはやっぱり彼のキャリアにおいて人気を低迷させた致命的な瞬間だったと自分は思っています。これはやっぱり印象とかじゃなくてですね、数字にも現れてしまっていてですね、皆さんはベン・ローゼンバーグという記者の方をご存知ですか？彼はニューヨークタイムズの記者でして、おそらくテニス界で最も有名なジャーナリストだと思うんですけど、2022年の ATP カップ、去年ですね、この時ジョコビッチがワクチン接種の問題で彼はオーストラリアから強制、退去をさせられて、参加できないっていうことを、一部のファンが ATP カップジョコビッチ参加できないのめちゃめちゃ悲しいっていう風に感じでね、ツイートした方がいたんですよ。盛り上がりに欠けるよねっていう感じで、ですけどローゼンバーグはそのツイートを引用リツイートして、ジョコビッチは世界王者だけど、視聴率を彼は稼げない選手なんだよっていう感じで、そういう意味合いのものをポストしました。そしてこの発言っていうのが多くの海外ファンの間で物議を醸したんですよね。ですけど実はこのローゼンバーグの主張っていうのは間違っていなくて、ジョコビッチがこれまでに挑んできた世紀の一戦っていうものはいくつかあると思うんですけど、やっぱり年間グランドスラムがかかっていた2021年の US オープン決勝っていうのは外せないと思います。テニスの歴史面においてもロッド・レーバー以来の快挙が見られるかもしれない稀有な試合だったと思うんですよ。ですけどそれにもかかわらずこの試合の注目度っていうのはなぜか低かったです。ESPN のデータによればジョコビッチとメドベージェフの戦いを見た平均視聴者数は205万人でして、ラドゥカヌとフェルナンデスが戦った女子決勝の244万人よりもかなり低い数字だったんです。テニスの歴史が変わるかもしれない一大決戦の瞬間だったのにですよ。もちろんリアルタイムでスポーツ観戦する人が減っていたりですとか、同じ時間にアメフトが被っちゃったりですとか、いろんな要素が重なってたよねっていう報道とかもされてはいるんですけど、ちょっとショックな数字ですよね。そしてこれは直接的な人気とは関係ない話かもですが、スポンサー面でもジョコビッチのステータスが下がっているっていう風に指摘する専門家がいたりもします。フェデラーとナダルがナイキと契約した10代の頃から一緒に仕事をしていた元テニスディレクターのマイク中島さんって方がいらっしゃるんですけど、彼は共同著書の中で US オープンでラインジャッジにボールをぶつけて失格、確かに他の選手でも全くありえないことではない、でもなぜいつもノバクの周りだけあのようなことが起きるんだ、ブランドは常に論争の的になるようなアスリートとクリーンなイメージのアスリート比較した時どっちを選ぶんだろうねっていう風に意味深なことを書いています。実際この中島さんの発言っていうのはかなり説得力がありまして、なぜなら実際プジョーをはじめとしてワクチン騒動をきっかけにジョコから離れたメーカーが存在します。結局揺れ動いていたラコステとかはジョコビッチサイドに残ることにはなったんですけど、こういうことっていうのはやっぱり同じビッグ3のナダルとフェデラーとかには間違いなく絶対に起こり得ないことですよ。ですがだからといってジョコビッチに人気がね全くないのかって言ったらそれもまた違うと思います。彼のインスタグラムのフォロワー見ていただければわかると思うんですけど、フェデラーより上の1242万人です。加えて今年オーストラリアへ帰還を果たした時には多くのファンが彼のことを歓迎し熱烈なサポートっていうのをジョコビッチは受けていました。何より個人的に彼の人気っていうものを目で見て感じたのは、彼からラケットを受け取って涙を流す少年の姿を見た時ですね。もしジョコビッチが本当に人気のない選手、世界中から嫌われているような選手だとしたら、こんなシーン絶対に生まれないと思います。
最後に話をまとめていこうと思うんですけど、確かにジョコビッチっていうのは US オープンで、盛大なポカをしてしまったと思います。それは間違いないです。他にも批判を買うようなことたまにしちゃうと思います。ですけどその一面だけを見て彼のことを批判するっていうのは良くないのかなというふうに自分は考えています。今年のデルレイビーチオープン、サラリーマン選手ながらツアー本戦で、元世界8位のジャック・ソックを倒して一躍時の人となったマティア・ペコティッチっていう方がいらっしゃるんですが、ジョコビッチはそんな彼に対してですね、オフィスよりも君テニスコートの方が絶対似合うよっていう感じでちゃんとメンションしてあげたりしてるんですよね。これって例えるなら会社の社長が、今回、若手の〇〇くんが大手会社との契約貸し取ることに成功しました、みんなで褒めてあげましょうっていう感じで全社へ社内メールを送るようなものですよ。PTPA を作ったことからも分かる通り、ジョコビッチはこういう下部ツアーとかで、密かに活躍している優れた選手へのサポートっていうのにもかなり貢献しています。結果はともかくとして彼ながら世界王者としての責任を果たそうと努力しているっていうことはファンとしては知っておくべき事実なのかなというふうに考えています。そういうことでね、これからも自分は彼のキャリア最後まで追いかけていこうと思っています。この動画が面白いと思ってくれた方はぜひチャンネル登録やいいねボタンで応援してくださるととてもありがたいです。あとツイッターや、ニュースサイトの方もぜひよろしくお願いします。はい、ではありがとうございました。